皆さんこんにちは、二年秀彦です。今日はですね、がんの恐怖とどう向き合ってきたのかっていうことで振り返ってみたいなと思っています。今ね、考えてみても頭の中の考え方であったりだとか、心でもいいと思うんですけど、自分の心がね、どう捉えるのかっていうのはめちゃくちゃ大事じゃないかなっていうのをね、すごく今感じています。例えばどんなにね、良い治療、先生に出会えたとしても、それを治療するだけの経済力をね、準備できていたとしても、自分の頭の中がマイナスだと、何をかけてもマイナスになってしまうんじゃないのかなって思うんですね。プラス思考、マイナス思考なんて言葉もね、あると思いますけども。だから、やっぱりね、その考え方、心構えっていうのは、すごく大事だなと、改めて感じています。がんとどう向き合うかっていうことは、自分の心とどう向き合うかってことでもあるんじゃないのかなってすごく思っています。でこんな話をすると、ニーナさんはね、すごく強い人だねとか、めちゃくちゃポジティブですねって、講演などでね、体験談なんかもお話しさせてもらうと、いろんな方にも言ってもらえます。でそれはね、それでも嬉しいんですけども、実はね、そうでもないよっていうのをね、あえて言わせてもらおうかなと。あんまりね、マイナスなことを言うと、自分でね、それで引っ張られそうなんで、細かいことは言いませんけども、僕のね、身近な人っていうのは、それをよく知っていますし、見てきてもいます。コメントなんかにもね、ニーナさんはすごく強い人だね、と。自分はそんなに強くないから、自分は諦めるしかないかな、なんていうね、コメントなんかもいただいたりしますけども、そんなに変わりはないですよっていうのをね、あえてちょっとお伝えさせてもらいたいなって思います。やっぱりね、僕も本当に、いろんな葛藤の中でね、やってきましたし、時にはね、真っ暗闇の中にね、目をつぶった状態で、歩いてると、そんな気分の時もありましたので、ね、そう、今変わりはないと思います。でコメントをくれる方もね、本当は諦めたくない、でもものすごい不安の中でね、戦ってるので、その不安をね、共感してほしい、分かってほしいってことでね、コメントしてもらってるんだろうなっていうふうにね、僕は勝手に解釈しています。そうは言っても、ただ不安に意識がとらわれて、過ごしてしまうとね、前になかなか進めなくなってしまうので、僕なりにね、考えながら乗り越えてきて、今があるんだなとは思っていますけども、今日はね、僕が実際ね、どのような捉え方をしてきたのか、自分なりの考え方っていうのをね、2つお話しさせてもらおうかなと思っています。まず1つ目、自分の体なので、やっぱりね、自分で作ったがんだから自分で治すっていうことを決めました。過去の動画でも、僕はがんと仲直りをするというイメージを持ってきたということを言ってきたんですけども、最後は自分で治すっていうイメージをずっと持ってきました。もちろん先生の力、病院の治療っていうのは大事。実際僕もね、いくつもの病院で治療してお世話になってます。ただ、病院で治療してるから大丈夫とか、いう考え方ではなくて、治療はあくまでも対処、療法であって、健康になるのは自分の努力だと。つまり、がんをなくすことが目標ではなくて、健康になりたいってことは考えてきました。そこに向かって、自分でね、改善できることをやっていこうと決めてやってきたつもりでいます。そうやって行動することによって、結果ね、今というこの瞬間に自分の意識を置くことができたのが良かったのかなって思っています。初めての転移、僕は膵臓にね、転移をしたんですけども、最初ね。これが見つかった時っていうのは、最初がんって言われた時とは比べ物にならないぐらいね、めちゃめちゃ怖かったです。正直恐怖でしかなかったと思いますし、冷静をね、装っていたと思いますけども、隠しきれてるかどうかね、わかんないですけども、全身ね、ものすごい力が入ってました。気づけばね、ぐっとこう、手の拳を握ってるとか、いうことはよくありましたし、なんかね、腕がすごくね、筋肉痛になる。だからもうぐっと力がいつも入れっぱなしになってたんだと思うんですけども、そんな状態の時もね、ありました。でそこからさらにね、がんが広がって転移してってね、余命半年という話が出た時っていうのは、やっぱりね、自分はもう半年後にはね、この世にいないのかなっていう不安に当然襲われてくるわけで、やっぱ恐怖でしかないですよね。ただ、今日明日すぐにね、死んでしまうわけではないんですけども、でも、目の前にどんどん自分のね、死というものが襲ってくる、向かってくるっていう恐怖に駆られてました。そういう気持ちっていうのはすっごいわかります。やっぱり僕も経験してますのでね。ただ、半年後に旅行に行く、例えば家族旅行に行くと決めたとしますよね。すると、楽しみがゆえに、それってすごく先に感じてくる部分ってあると思うんですね。でも、余命半年って言われると、なんかすぐのような気分になってしまう。何が言いたいかっていうと、全部自分の解釈次第なのかなって思うんですよね。
そもそもね、余命半年って言われたからといって半年後に亡くなるっていう話では全くないのでね。なので、先のことではなくてね、今この瞬間、今できることに意識を向けたことによって、不安がね薄れていった、それに集中することによって不安が薄れていったなっていうふうに思いますし、やれることをやっていく、行動していくことによって少しずつですけどね、生きることへの希望につながってきたんじゃないのかなって、それが自然と湧き上がってきたんじゃないのかなって今振り返ってみるとそんなふうに感じています。二つ目は自分の死というものに対して準備したことです。でこれは決してね、生きることを諦めて取った行動ではなくて、生きることへに対してのね希望というか執着は失ってなかったんですけども、でももしもの時をね考えた時にやっぱりね後悔はしたくなかったので、準備したいこと、やるべきことはやっとこうと思って、家族への手紙であったりだとか遺影を取りにね行きました。着替えなんかもしてね、いろんなポーズ場所も変えたりして、いろんな写真、たくさん写真を撮ってもらいましたけども、最終的にねその中からいざという時はこの写真を使ってほしいということを決めて、そしてもう一つですね、葬式で自分の言葉でね挨拶したいということで動画も撮影をしました。これはですね本当にものすごい具体的にイメージしたんですね。もうまさにその葬儀の最中ですね、最後の挨拶で自分がその場に立ってみんなの顔をね見てるっていうのを鮮明にイメージしながら、現実に起こったことのようにイメージしながら動画を撮りました。でそれをしたことによって一度自分の死というものが多分見れたんだと思うんですよね。で最悪の結果はこれだと、でこれはもう経験して分かった、じゃああとはやれるだけのことをやりきろうっていうふうにここで前を向くことができたと思っています。まあ、結果論かもしれませんけどもね、僕はそういった準備をすることによって逆にね前を向くことができた、そんな経験をしています。今ね2つのことをお話しさせてもらいましたけど、これはねあくまでも僕の考え方体験であって人によって全然違うと思うんですね。ただよし、この瞬間からポジティブになろうって言ってもなかなか慣れるものでもないし、その慣れない自分に対してのこう葛藤というかね苦しさっていうのも分かっているつもりではいます。しっかりと自分と向き合って自分のね、素直な心の声を聞いてあげること、そして今に意識を向けてやれること、やるべきことを、やっていくことっていうのが大事じゃないのかなって思っています。皆さんはどう思われるでしょうか。本当に、ね、人にそれぞれ皆さんいろんな考え方があると思うので、自分はこう思ったよとかこんな考え方をしたよってことがねあればねコメントをしてもらえると、また読んでくれる方の参考になると思いますのでね、ぜひよろしくお願いします。ということでね、また次回の動画でお会いしましょう。それではまた。